皆さんはじめまして。見ての通り、カキです。基本的に起業家とはアイデアマンでドラマチックな人生を送ってきた人たちが多く存在します。今回はそんな中でも、あの超有名企業を創設した広島の起業家たちをご紹介します。不運をバネにした男、松田十次郎。松田十次郎さんは、旧三保島村、向灘、玄南2区、向灘、出身の起業家で、自動車メーカー、松田の創始者です。13歳で、大阪にある鍛冶屋で修行を積み、そこで機械の製作技術を取得し、その後は、呉や佐世保の海軍工廠で、造船技術者として勤務するなど転々とし、31歳の時に大阪でわずか10坪ほどの牛小屋を借りて松田製作所を開設。そこではオリジナルポンプの製作や販売を行っていました。その数年後、広島に帰郷し、不振にあえぐ東洋コルク工業という会社を救い、そこでは社長に就任されるなど、貧困に苦しんでいた幼少期を感じさせないほどの目まぐるしい活躍ぶりを発揮します。そのような順風満帆な経営を送っていた最中、火事で工場が全焼してしまい、莫大な負債や死者までを漏らすという不運に見舞われてしまいますが、この大事故を機に初心に戻って機械工業で再起を目指し、社名も東洋工業に変更。そこから今の自動車メーカー松田へと成長させたのです。当時は関東大震災をきっかけに、国内の輸送手段は自動車が主流となっており、その波に乗ってオート三輪を開発し、それが一気に大ブレイク。さらには戦時中に軍部から銃の生産を依頼されるなど、世の中の不況を全く感じさせない成功を収めます。ではなぜ不運をバネにした男なのかというと、広島に原子爆弾が投下された日に多くの社員や息子までをも失ってしまいます。その上、この日は自身の誕生日でもあり、この上ない絶望感に襲われてしまうのです。しかし奇跡的に会社が壊滅的な被害を免れたことや、そして何より自分の命があったことにありがたみを感じ、広島の街と共に復興することを誓います。それにしても、こんなにタフな精神力と強運が備わっていたのだから、十次郎さんは何をやっても成功していたのではないでしょうか。ただ、もしこの時会社をも失っていたなら、世界の松田は誕生していなかったのかもしれないと思うと、奇跡としか言いようがないですね。ちゃっかり成功した男、柳井正。柳井正さんは山口県宇部市出身の起業家で、衣料品店ユニクロの創始者です。紳士服を販売する家業の長男として生まれ、子供の頃は漫画や映画、ファッションや音楽に興味を持ち、感性豊かに育ちました。幼少期から芸術的な能力を培って成功を手にした柳井さんですが、今に至るまで結構ちゃっかりした経歴の持ち主でもあるので、ご紹介してみたいと思います。かなりのちゃっかりさん。まず学生時代はとにかく勉強は苦手だったそうですが、持ち前の不思議な才能で名門早稲田大学に入学。しかし入学後は特に勉強をするわけでもなく、映画やパチンコ、麻雀に明け暮れるなどブラブラとしていました。そんな中、何を思ったか大学2年の夏休みには、父親にお金を借りて世界一周旅行をするという暴挙に出ますが、そこで後の奥さんとなる女性と出会うこととなります。そして一見はちゃめちゃな大学生活を送っていたようにも見えますが、単位はしっかりとって4年で卒業して、おまけに生涯の伴侶を得るなど、いろいろとちゃっかりしていたのです。なんとも羨ましい限りですね。破天荒ぶり。しかしそんなラッキーな学生生活を送っていたツケが回ってくることとなります。就職活動ではことごとく不採用となったことで、卒業後には再びフラフラとした生活が始まり、父親の紹介で入社した会社もわずか9ヶ月で退社。その理由が真面目で一生懸命な社風が、
自分には合わなかったというのだから、これは完全にナメプですね。そして仕事をせずに一生暮らせるという方法を模索していた彼が行き着いた答えとして、父が経営する小郡商事に入社することとなったのですが、やはりここでも彼の身勝手ぶりが目立ち、なんと従業員がみんな辞めてしまうという事態に見舞われます。もうわやです、わや。従業員が辞めてしまったことで、そこからたった一人で仕入れから販売までを行うこととなったのですが、実際やってみるうちに会社経営の楽しさに目覚めていき、ここでもちゃっかりさを発揮。しかし個人的な意見を言うと、こういう無欲で楽観的な思考こそが成功の秘訣なんだと思います。ユニクロの誕生、安くて良い品をモットーに昼夜働き続けた彼は社長に就任し、独自性、ユニークとクローズ、衣装を販売するということで、ユニーククロージングウェアハウス、略称ユニクロの1号店を広島にオープンします。当初は有名ブランドを安価で販売する業態を取っていましたが、オリジナル商品への販売に方向転換し、フリースやヒートテックなどの機能性を重視した商品を開発することで、不況下にもかかわらず安くてセンスのいい製品を今なお国内だけにとどまらず世界中に提供し続けています。ちなみに柳井さんは山口県の出身なのですが、1号店が広島であったということから勝手に広島での枠として紹介させていただきました。山口県民の皆さん、あしからず。すべてを味方につけた男、矢野博武。彼は中国生まれ広島育ち、本当の名前は栗原五郎の矢野博武さんは100円ショップダイソーの創業者です。終戦後は父親の故郷でもあった広島県に引き上げ、地元の高校を卒業後には中央大学2部へと進学します。在学時には学生結婚を機に五郎だけにゴロッと名前を変え、卒業後には奥さんの実家のハマチの養殖業を営んでいました。しかしわずか3年後には倒産をしてしまい、夜逃げをする羽目となります。その後は数々の職を転々とし、29歳の時に矢野商店を創業。当時は商品をトラックに乗せてスーパーや百貨店の催事販売を行っていました。時代は高度経済成長期、誰かが会社を作っては誰かが会社を畳むという熾烈な争いの中で、倒産した企業の在庫を格安で買い取って安値で売るというバッタ屋に目をつけ、これが大当たり。そして矢野商店から外装産業へと法人化し、店舗を構えることで会社はさらに飛躍したのです。48歳の時に高松市にダイソー直営店となる第1号店を出店したのを皮切りに、着々と全国展開をしていき、国内に3000店舗以上、海外では2000店舗以上を持つまでに成長します。しかし次第に体力の限界や時代のギャップを感じ始めた彼は、75歳の時に息子に社長の座を譲って引退しましたが、今なおダイソーの勢いはとどまるところを知りません。バブルが弾けて長期不況に突入したのと同時に、急速に売り上げを伸ばすという全てを味方につけた彼の発想は、我々がこれから生きていくためのヒントとなるのではないでしょうか。今回の動画、超有名な広島の起業家たち、いかがだったでしょうか。個人的な感想を挟むと、こんなに大変な失敗を繰り返して、よく悪事に手を染めたり、命を落としたりしなかったなと思いますが、裏を返すと、それぐらいの試練を経験しないと、このような大企業は創設できないのだとも感じました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。